初代、ネゲリコ、ロドルフォ・グラツィアーニは、イタリア王国及び、イタリア社会共和国の軍人、政治家。最終階級は、陸軍元帥。1882年8月11日、王トローマ近郊に位置するラツィオ州、フロジノーネ県、フィレッティーノに、医師の子として生まれる。当初は、親の意向によりスビアコの神学校に通っていたが、1903年に、 軍人になることを決意して、モデナ陸軍士官学校に入校、陸軍将尉に任官した。1904年5月1日に、中尉へ、昇進。1906年には、ローマの第一敵団兵連隊に配属され、1908年に、エリトリアに留学して、現地で用いられているアラビア語とティグリニア語を習得した。1911年、 滞在中に毒蛇に噛まれる不運に愛治療に一年を費やさなければならなくなった。しかしその直後に起きた井戸戦争で活躍する機会に恵まれ陸軍大尉に昇進した。1915年第一次世界大戦にイタリア王国が参戦すると第131不評連隊の士官としてイソンズ戦線の山岳戦に従事、武行動機将を受訓するなど、 幾度も先行を挙げ、昇進も重ねてピアーベ川の戦いでは、陸軍中佐として、第57不評連隊の連隊長を務めた。1918年、イタリア陸軍の最年少記録となる36歳での大佐昇進を果たし、自身も参加したビットリオ・ベネトの戦いで、オーストリア・ハンガリー帝国軍は降伏した。第一次世界大戦後、 政情不安やイタリア社会党、イタリア共産党の台頭に危機感を覚え、政治壁にイトムッソリーニが率いる大役兵組織、イタリア戦闘者ファッシ,シが主導するファシズム運動に協力している。イタリア戦闘者ファッシ,シを前身に決闘された国家ファシスト党は1922年のローマ新軍で政権を獲得し、自身も1924年に、 国家ファシスト党へ入党した。1937年、東アフリカ帝国副王に就任する、グラツヤーニ1937年2月18日、モガディッシュを訪問する、グラツヤーニファシスト党及びナチ党の要人とともに、警察長官、アルトゥーロ・ボッチーニの葬儀に参列するグラツヤーニ、左からカール・ボルフ親衛隊大将、ラインハルト・ハイドリヒ親衛隊大将、 アデルチ、セレーナ公共労働大臣、ハインリヒヒムラー新衛隊全国指導者、エミーリオデボーノ陸軍元帥、グラツィアーニ、ハンスゲオルク・フォン・マッケン全ン注大使。キレナイカソマリランド総督1920年代、グラツィアーニは、北アフリカにある3つの植民地州への不妊命令を受け、植民地統治に従事した。北アフリカの植民地州では、 サヌーシー戦争以来の反ヨーロッパ運動が継続していたが、植民地軍を率いて、サヌーシー教団の鎮圧に尽力した。騎兵中心のベドウィンに対抗すべく機械化戦力を砂漠戦に導入し、周辺地域からの補給を寸断するためのバリケードを国境沿いに建設させた。国境管理や治安部隊の指揮だけではなく、 植民地収穫地に強制収容所を建設して反乱に協力した現地住民を収監する計画も実施している。収容所では収監された政治犯の一部が死亡したとみられているが死亡した囚人の大部分は餓死や処刑によるとみられている。グラツヤーニの治安回復作戦は非常に徹底しており抵抗が最後まで続いた内陸部のフェザーンでは フェザーンの屠殺者とのあだ名で恐れられた。1930年3月、陸軍中将に昇進していたグラツヤーニは、功績を評価されて、植民地州のうちの一つである医療切れないかの、総督に任命、期待に応えて、翌年に、サヌーシー教団の指導者、オマル・ムフタールを捕虜にした。ムフタールの処遇について上官であるピエトロ・マドリを、陸軍元帥の要求した。 略式処刑を拒否し、正式な軍事裁判を行った。同年9月16日、停戦後違反による有罪判決を経てムフタールを公主刑とした。治安回復の目途をつけ、イタリア国内では、リビアの調停者として国民的な人気を博し、1932年には陸軍大将へ昇進した。1933年12月31日、 トリポリタニア・フェザーン・キレナイカが新たに医療をリビアとして統合されたことに伴って、キレナイカ総督は実権を持たない名誉職となり、一旦、イタリア本国に帰還した。1935年3月6日、今度は東アフリカの植民地州で医療エリトリアと隣接する医療ソマリランドの総督に任命された。 第二次エチオピア戦争1935年10月3日、第二次エチオピア戦争が発生した時点で、グラツィアーニは、ソマリランド総督の任期中であったため、そのまま、エリトリアソマリランド方面軍の司令官を兼務して、エミーリオデボー陸軍に水指揮下で、エチオピア帝国政法からの進行を担当した。グラツィアーニは、オガデン州への進軍を行い、 ドイツ軍のヒンデンブルク戦を参考に、トルコ軍の援助で建設された、要塞戦、ヒンデンブルク壁に立てこもるエチオピア帝国軍と対峙した。開始された、オガデンの戦いでは、エチオピア帝国軍の抵抗を退けて、要塞戦を突破、オガデン州を制圧して、首都アディスアベバへの追撃を開始した。同年12月。 角に慎重なデボーノ元帥が更迭されて、バドリオ元帥が公認の遠征軍総司令官となり、デボーノ元帥とは正反対に積極的な攻勢を命じるバドリオ元帥は、毒ガスや戦略爆撃も厭わない強行軍で軍を進ませ、命中の戦いでエチオピア帝国軍主力を殲滅した。1936年5月5日、 小賀ン州制圧後は北方へ進んでいたグラツィアーニは、一足先に、首都アディスアベバに、バドリオ元帥が入場して戦争が終結したとの、報告を受けた。すでに元帥就任時に、公借位を与えられていた、バドリオ元帥は、アディスアベバ公に昇釈する名誉に預かったが、手柄を横取りされた形となるグラツィアーニに対しても、サボヤ家から、ネゲリ公の借位が与えられた。 1936年5月9日、医療ソマリランドと医療エリトリア、旧エチオピア帝国領を統合して、医療東アフリカ帝国が建国され、ソマリランド総督の任務を終えたグラツヤーには、陸軍元帥へ昇格、これまで上官であった、バドリオ元帥や、デボーノ元帥らと並ぶ地位を得た。東アフリカ帝国復興1936年6月11日、 東アフリカ帝国の総督職である副王に就任していたバドリオ元帥が本国帰還を希望したためグラツィアーニが第二大副王となった。東アフリカ属州の副王としてグラツィアーニはエチオピア正教会の信徒やエリトリア系住民の暗殺未遂事件に直面したことから北アフリカ時代と同じく徹底した武断統治を行った。 一説に3万名以上の現地人を反乱者として処刑したとされ、やがて一等アフリカ植民衆でも、屠殺者のあだ名で恐れられるようになった。治安回復という点でも北アフリカと同様の成果を挙げたが、ファシスト政権で植民地統治を本当に進める方針が新たに策定されると、武断統治は議論の対象となった。 1937年12月21日、サボイア家の一族であるアオスタ公アメレオディサボイアが第三代副王として送り込まれ、グラツィアーニはイタリア本国に帰還した。帰国後の1939年には論功交渉として陸軍参謀総長に追挙され、陸軍の総司令官となった。 エジプト遠征1939年9月1日、ナチスドイツのポーランド侵攻で、第二次世界大戦が勃発した際、陸軍参謀総長の立場から、軍備が不足しているとして、イタロ・バルボ空軍元帥バドリオ陸軍元帥らと参戦反対を表明した。当初は、軍部の中立路線に同意していたベニート、ムッソリーニ国家統領であったが、フランス戦役における、 ドイツの電撃戦に圧倒されて1940年6月10日に大戦参加を決定した。1940年7月1日、リビア総督に着任していたバルボが、事故死を遂げた後、公認のリビア総督に任命され、数年前に去った北アフリカ植民主へ再度、赴任した。大衛戦を重視するドイツのアドルフ・ヒトラー総統の強い要請から、 ムッソリーニ国家統領は、東アフリカと北アフリカの植民衆で、積極的な構成計画を進めていた。しかし、軍備不足のイタリア陸軍及び植民地軍には、装甲戦力や機械化部隊が英軍より少数しかなく、弾薬や燃料など、基本的な物資も欠乏しつつあった。前任者のバルボ空軍元水は数的に有利で、あっても、 装備や物資で劣れば正気はないとして、王国軍参謀総長となった、バドリオ陸軍元帥に援軍を要請したが、工業力に乏しい状態では到底不可能であった。公認のグラツヤーにも、全くの同意見であり、のみが、像に立ち向かう暴挙と、構成計画を批判している。再三にわたって、遠征延期を繰り返していたが、あくまでも遠征を強行する。 ムッソリーニ国家統領の意思は変わらず、やむなく1940年8月8日に、英領エジプトへの遠征を、リビア方面軍に命令した。リビア方面軍は、仏領アルジェリア側のイダイゴ軍と、英領エジプト側の偉大十軍の指揮系統に分かれていた。仏領アルジェリア側のイダイゴ軍は、ビシーフランス政府の自由フランス政府への離反も予想されたことから参加せず、 遠征部隊は、計15個、師団、5個軍団からなる偉大従軍を中心とした。グラツィアーニは、作戦目標をアレクサンドリアに通じる、鉄道網の掌握とし、その入り口であるマルサマトルを占領することとした。偉大従軍司令官のマリオベルディ陸軍大将は、第21軍団、第23軍団を抽出して、西エジプトへ進軍させた。戦いは、 英軍の戦略的撤退によって補給船が引き伸ばされた末、兵艦や輸送戦力の不足からマルサマトルー工法のシディ、バラーニで高制限回転に達し、作戦目標を達成できなかった。グラツヤーニは前線での作戦意識に不備があったことも含めて、ベルディ陸軍大将を司令官から解任し、砂漠戦の経験が豊富なジュゼッペ・テレーラ、陸軍中将と交代させた。 またシディバラーニに陣地と物資集積拠点を建設しつつ本国に増援を要請したが陣地建設は物資不足と地形の困難さから完成せずムッソリーニ国家統領が新たにイタリアギリシャ戦争を実施したことから援軍派遣は延期され続けた退役1940年12月8日英軍の反抗作戦コンパスが発動されると 陣地守備についていたニコ軍団は、対戦車戦力もなく英軍の装甲部隊に、防衛戦を突破され、続く機械化部隊によって、包囲殲滅された。グラツヤーニは、遠征軍残余に、切れないかへの撤収を許可したが、徒歩部隊が、中心の異軍部隊は交代すら阻まれて、再度の包囲を受け、包囲突破を目指した突撃を最後に壊滅して、指揮を取っていた。 テレーラ中将も戦死した。偉大従軍の後方部隊は、アンニバレベルゴンゾーリ陸軍中将の指揮下で、バルディアに防衛線を再構築したが、政界権を奪った、英軍海軍の艦砲射撃で消耗した末に、突破された。一連の戦闘で11万5000名が捕虜となり、偉大従軍全体が、壊滅状態となった。グラツィアーニは、 トリポリの方面軍司令部で作戦の責任を取って、方面軍司令官を辞任し、軍を退役した。もともと作戦に反対であったことや、対案である援軍派遣が拒否された状態での敗北を考えれば、無謀な戦争計画の責任を押し付けられた形となったが、グラツィアーには抗弁しなかった。ドイツアフリカ軍団の到着後、ようやくファシスト政権は、 北アフリカ戦線に機械化手団や空挺師団、戦車師団を増援として派遣したが、これらは遠征前にバルボク軍元水やグラツヤーニが熱望していた戦力であった。軍への復帰退役後はローマ市内でイント遁ン生活を送っていたが、戦況悪化による反政府クーデターには否定的であり、ファシズムへの支持を取り下げることもなかった。 1943年9月18日、幽閉されていた、ムッソリーニ国家統領が、ナチスドイツによって救出され、イタリア社会共和国が建国されると、アレーザイ政府の要請に応じて、共和ファシスト党に入党した。ピエトロ・バドリオ陸軍元帥とジョバンニ・メッセ、陸軍元帥が、南部王国政府に参加し、ウーゴ・カバレーロ陸軍元帥と、エミーリオ・デボォノ陸軍元帥が、 アレーザイ政府に処刑された状況下で陸軍減衰の称号を持つグラツィアーニが協力を表明したことは非常に大きな意味を持った。ムッソリーニ国家統領から国防省に任命され、ドイツ国防軍との協力でイタリア社会共和国国防軍の編成に取り掛かり、4個不評手段を前線に展開させた。政権後半にはドイツ軍から独立指揮権を認められ、 リグリア軍集団を編成して、アルフレード・グッゾーに陸軍大将を軍集団司令官に任命した。リグリア軍集団は、ガルファーニャの戦いで、連合軍に戦術的勝利を得ている。1945年4月27日、南欧での数軸軍の総崩れとムッソリーニの処刑によって、アレーザイ政府は解散され、4月29日にアレーザイ軍も、 連合軍との急戦交渉に入り、国防大臣であるグラツィアーニーの署名をもって、武装解除された。ナチスドイツでも4月30日に、ヒトラーが、自決、5月4日に、ドイツ国防軍の新軍集団が降伏し、イタリアでの世界大戦は終結した。裁判第二次世界大戦後、ドイツでは、ナチ党政府の戦犯に対するニュルンベルク裁判と、 ヒナ地下政策が実施されたが、イタリアにおいてもファシスト政権関係者に対する先般裁判が実施された。国際先般法廷ではなく、イタリア王国の国内裁判による実施が、国際連合によって認められた。法廷で、グラツヤーニは、主に、ナチスドイツ政府及び、イタリア社会共和国政府への協力を在場として、問われ、庫59年を言い渡された。 共和制に移行したイタリアの国際社会復帰を急ぐ国際連合は裁判の結果を受け入れたがイタリア王国時代の植民地や占領地における戦争責任が追求されていないとする批判が行われ特に再独立を達成したエチオピア帝国政府から国連に抗議が行われたそもそもイタリア王国が常任理事国であった国際連盟では 植民地戦争についての戦争犯罪は追及されなかった。また、連合軍参加国によって国際連盟が国際連合に再編された際、数軸軍参加国の戦争犯罪を検証する連合国戦争犯罪委員会が組織されていたが、やはりイタリア王国及びイタリア共和国について追及は行われなかった。1948年3月4日、 エチオピアはグラツィアーニら複数の要人がアビシニア人の根絶を軍や行政機関に命令していたとして連合国戦争犯罪委員会に提訴した。国連はグラツィアーニを含めた8名のイタリア王国時代の将軍に民族浄化の意思があったことを認めたが常任理事国であるイギリスの強い反対でイタリア王国軍の召喚を国連が先犯として 追求することは却下された。エチオピアエリトリア連邦などの形相を抱えていたこともあり、最終的にエチオピア政府は低層断念した。1952年、連合国及びイタリア共和国の恩赦によって、金庫4年の契機に短縮され、グラツィアーニは捕虜収容所から釈放された。釈放後は軍に戻らず、ローマ近郊のアフィーレに邸宅を構えた。 イタリア社会運動グラツィアーニーに対する戦犯、追求の拒否と契機の大幅短縮は、東西冷戦で東側との境目に位置するイタリア共和国で反共組織を支援にしたい西側諸国の意師が働いていたと見る向きもある。それを裏付けるように、急遽はファシスト党の党員たちが結成した。 ネオファシスト政党イタリア社会運動にユニオ・バレリオ・ボルゲーゼ海軍中サラと参加し、党の貢献役を務めている。MSI は戦後イタリアで5番目の規模を持つ政党に成長し、イタリア共産党と対峙して、キリスト教民主党と格外協力を結んでいる。1953年、グラツィアーニは MSI 指導部から名誉党首の称号を与えられている。 1955年1月11日、72歳のグラツィアーニは、ローマ滞在中に病没した。2012年8月、晩年を過ごしたアフフィーレに、記念碑を建設する動きが起こった。イタリア国内の左派による反対運動が起きたが、当事者であるアッフィーレの住民が、好意的に捉えていたことから建設が決定し、アフフィーレ市長の寄付によって、祖国と、 名誉と刻まれた記念碑と霊廟が建設された。一般からの寄付も行われていたが、これは途中で、拉ツ州政府によって禁止された。ありがとうございます。